出しました。スカイハイのテーマミュージックが流れております。東京水道橋の後楽園ホール、たくさんのちびっこが来日を待ちました。あの猿の顔を持つ男、ビルマスカラスが帰ってまいりました。全日本プロレススーパーアイドルシリーズ開幕を迎えております。この季節には必ず日本のファンの期待に応えて竹井を飛び越えてやってまいります。千の顔を持つ仮面貴族ビルマスカラスがいよいよこのスカイハイのテーマミュージックに乗りまして、その姿を見せます。これはどうでしょう、ちびっ子ファンですね。ビルマスカラスのマスクをどうやらこれは、応募して当たったんでしょう。そのマスクをかぶって今日は後楽園ホールにやってまいりました。今日はその仮面貴族ビルマスカラス、千の顔を持つ男ビルマスカラスはどんな顔で登場してくるんでしょうか、どんなコスチュームで登場してくるんでしょうか、非常に楽しみです。さあちびっ子カメラマンのフラッシュがたかれました。ちびっ子カメラマンのフラッシュがたかれました。さあビルマスカラスの姿が見えるかどうか、ちょっと銀ラメがフラッシュに光っています。頭を触るちびっ子が揺れているぞ。見えました、見えました。千の顔を持つ男ビルマスカラス、その顔の一部が見えました。その顔の一部が見えました。もう通路は完全に塞がれております。通路は完全に塞がれております。ビルマスカラスの鮮やかなピンクコスチューム、大変なお客さんが待ち構えています。山田さん、やっぱりこのビルマスカラスがやってこないと本当の夏がやってこない感じですよね。そうですね、マスカラスがやってきて、日本のプロレスの夏のシーズンが始まるという感じですね、はい、そうですね。さあ今やっと通路をかき分けるように線の顔を持つビルマスカラスが登場しようとしていますが、ちょっとリング上注目しましょうか。リング上に対戦が変わりました。昨日ヘルナンデスがすでに今マイクを静かにして何か喋っています。先頭顔を持つ男、鮮やかなピンクと黒、一方のジロ・ヘルナンデスは真っ赤なガウンになります、真っ赤なガウンになります。特別試合、試合に先立ちまして日本テレビよりビルマスカラス、ジロ・ヘルナンデスの2人に花束が贈られました。いやー、まさに2人とも対照的なリングコスチュームですね。そうですね、まあ片っぽがね、もう非常にピカピカと光る、はい、まあ、片っぽはガウンですね、真っ赤な、はい、何かね、このヘルナンデスにね、この闘志を象徴するような清潔なガウンですね。どうですか、ちょっと待ってください、待ってください。おっと、今放送席の方にビルマスカラスがやってまいりましたが、ちょっと前のちびっ子くん、ちょっとちびっ子たち、どいてください。はい、ちょっとすいません、ちょっと待ってください、ちょっと私の、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、私の上にですね、今ビルマスカラスが、やってまいりましたが、ちびっ子たちちょっとどいてください、ちびっ子たちちょっとどいてください。このマスクをですね、ビルマスカラスはどうやらテレビをご覧の皆さんにプレゼントしようということなんでしょうね。どうやらこの私どもにプレゼントしようというんでしょう。また後ほどご一緒にご案内いたします。ジロ・ヘルナンデスが紹介されました。そして今ビルマスカラスが紹介されています。さあそれではちょっとご覧いただきましょう。今人をかき分けるようにですね、やってまいりましたこのビルマスカラスが、ご覧のように倉橋アナウンサーが今持っていますけれども、山田さん、たくさんのビルマスカラスの本物のマスクですね。そうですね、はい、これはきっとプレゼントをしてくれということでしょう、はい、全国のマスカラスファンの方にぜひ差し上げたいということでしょう、ね、ご覧ください、このマスク全国のプロレスファンの皆様に、ミルマスカラスファンの皆様にプレゼントいたします。詳しいことは来週のこの時間、この時間詳しくご案内いたしますので、どうぞご注目してください。さあ始まりました、リング注目いたしましょう。さあ始まりました、特別試合であります、特別試合の45分の一本勝負、今始まりました。いや、始まる前にですね、はい、ジロ・ヘルナンデスがかなり挑発いたしましたね。そうですね、非常に何かね、激しい口調で言ってましたね、はい、さあ早い展開です。ビルマスカラス、四角いリングをうまく使っています。ジロ・ヘルナンデスは5回目の来日、これはバックブリカーですね。バックブリカーですね、はい、
まあ、このジノ・ヘルナンデスは、53年度の来日から数えますと3年ぶり2回目の来日、その当時と比べまして、まあ、本当に体が出来上がっている、それから鼻っ柱が強くなった、はい、そんな感じですね。まず第一には大変には鼻っ柱が強くなったということですね。はい、一方のミル・マスカラスは今回が14回目の来日になります。もう何も言うことはないでしょう。メキシコマット界が生んだ今世紀最大のスーパースター、スーパーアイドルであります。メキシコ、ロサンゼルス、プエルトリコ、フロリダ、テキサスとサーキットして日本にやってまいりました。ミル・マスカラスも絶好調で乗り込んでまいりましたね。はい、今あの序盤戦のね、動きを見ましたけれども、はい、非常に軽いですね、うん、まあ愛も変わらずという言葉がぴったりするんですが、はい、この人の場合その軽快な動きが新庄ですから ね、 ね。まずこのミル・マスカラスで注目すべきことは、昨年と同じく PWF 杯争奪タッグトーナメント優勝を狙ってやってきました。もちろんパートナーはドスカラス、 V2 なるかどうかということですね。そうですね、まあ、その辺が最大のポイントになってくるわけですが、はい、まあ、先ほども言ったように今年はなかなかその強力なチームが揃っていますので、そう簡単にはいかないだろう。しかし彼らにしてみれば自信満々で乗り込んできたというところですね、はい。それからもう一つの楽しみ、もうまさにですね、世界中のプロレスファンの目が注目するであろうと言われています。来週の放送になりました。千の顔を持つ男ミル・マスカラス、ちょっとご覧ください。釣り天井を見せます。釣り天井を見せます。ジノ・ヘルナンデスを捕まえました。このミル・マスカラスがあの難解の黒ひょうリッキー・スティンボートと、まあ空前絶後の一騎打ちを日本のマット、全日本プロレスのマットで実現させましたね。そうですね、まあ、とにかくこれはね、はい、日本中の大変に熱心なマスカラスとステンボートのファンのために戦いたいということで実現したわけですね。おそらく日本のプロレスに残るような大変なねフィーバーした試合になるんじゃないでしょうか。楽しみです。いよいよ来週の放送になりました。ミル・マスカラス対リッキー・スティンボートの一騎打ち。ミル・マスカラスは今回来日前にかなりこのいい成績でやってまいりましたね。そうですね、ロサンゼルスからですね、はい、またテキサスに戻り、テキサス州のサンアントニオで AWA の世界ヘビー級チャンピオン、はい、ニック・ボックインクル、はい、彼に挑戦しましてね、まあ反則勝ちということでタイトルこそ取れなかったんですが、大変にね大勢のファンの前で好ファイトを展開したと自信たっぷりに言ってましたね。そうですね、はい、その辺の自信がうなずけるような非常に冷静なファイトを展開しています。ミル・マスカラス、スーパースター仮面貴族ミル・マスカラス、まあ、来週のこのミル・マスカラスリッキー・スティンボートの一騎打ち、まさに世界ナンバーワンのスーパーアイドル、スーパースターの座を巡っての両者の対決ということになりましたね。そうですね、まあやはりねファンはそれぞれついているんですが、はい、まあ、この戦いによって本当のスーパーアイドルを決めようじゃないかといった趣もありますからね、はい。まあ、そこでですね隣にいたジャンボ鶴田が、いや俺だって絶対負ける気はしないんだ、うん、やらせてくれというふうに言ってますよね。そうですね、はい、やはりジャンボもそういった意味で、はい、ヤングのスーパーアイドルの一人ですからね。まあ、今日対戦していますこのジノ・ヘルナンデスをちょっとご注目していただきたいと思うんですけれども、このジノ・ヘルナンデスはですね、まあ、カエルの子はカエルということでお父さんがルイス・ヘルナンデス、まあ、レスラーとして、日本にもやってまいりましたし、まあ、忘れてはならない昭和47年日本でこのお父さんは亡くなったんですよね。そうですね、はい、まあ、そういったね悲しい思い出もあるんですけれども、はい、ジノはねこういう立派なレスラーになった、まあ、それはね非常にやはり父親のね、はい、最後というものを心に留めて成長したからでしょうね。なるほどね、まあ、非常に今成長をしているレスラーの一人であります。まあ、3年前の来日の時にはあまりこの頭の中に残っていなかったんですけれども、まあ、3年経ちますとこうも成長するものかというふうに私どもびっくりしますよね。はい、日本から帰ってからですね、はい、主に主戦場をテキサスに置きまして、まあ、ダラス、フォートワース、ああいったその荒くれ集まるですね、で現在はヒューストンを主戦場にしているようですね。なるほどね、はい、悪党ファイターとしても現在アメリカでも屈指のラックファイターの中には入るそうですね。基本的テクニックがしっかりしている上に、インサイドワークが効いてラフサップもできるということですね。なるほどね。さあまた水道橋の後楽園ホールはマスカラスコールです。マスカラスコールです。さあしばらくお聞きください。こういったマスカラスコール、マスカラス本人は気持ちがいいでしょうが相手は嫌でしょうね。そうですね、やはりジュナヘルなんですが先ほどから
ちょっとそのマスカラス自身というよりもこの周りの雰囲気に圧倒されている向きもありますね。若いジムヘルナンデス、今日は大金星を立てることができるかどうか。ミル・マスカラスとの対戦、投げを見せました。ミルマスカラス、そしてメキシカンの、いや、アバラオリ行きます、アバラオリ行きます。しかしジノヘルナンデスの左の膝はキャンバスについてますね。そうですね、これではちょっと効き目が欲しいですね。スタンディングの波乗り固め、サーフボードスタイルに入りましたミルマスカラスであります、まあ、このジノヘルナンデスは現在23歳と非常に若いんですけれども、将来性が変わると言いますね。そうですね、前回に比べて体の充実ぶりもはっきり 見えますしね、はい、相当ね、将来への可能性というものは秘めてますね、はい。まあ、かつてはエル・グラン・マーコスとタッグを組んでアメリカンタッグ、あるいはゲイリー・ヤングとタッグを組んでテキサスタッグを取ったこともありますし、テキサス主体ではテキサスのシングルのヘビー級も取ったことがある。そうですね、非常に、ダラス、フォートワース、ヒューストンといったようなテキサスの主戦場では名前が上がってますね、まあ、この日本でですね、世界的なスーパーアイドルミル・マスカラスと対戦、ミル・マスカラスを破るというような大金星を挙げたら、これはもう大変なお土産になりますよね。そうなんですね。さあ、ジノヘルナンデスがコーナーマット最上段、ミル・マスカラスがヘルナンデスを豪快にメトリードライブを見せました。さあ、対角線上に飛ばしたミル・マスカラスが攻撃を加えようとする。ちょっとジノヘルナンデスがうまい具合に膝を打ち当てました。そしてブレンバスターの体勢だ、ジノヘルナンデス対角線上にミル・マスカラスからブレンバスターの攻撃、そしてコーナーマット最上段。さあ、ジノヘルナンデスは一体どういう攻撃だ。フライングエルボー、これは自爆。しかし思い切った攻撃ですね。さあ、今度はミル・マスカラスが空を飛ぶか、仮面貴族が空を飛んだ。フライングのボディアタック、カウントがいる、カウントセーフ、フライング攻撃、空中殺法、仮面貴族のミル・マスカラス、鮮やかなミル・マスカラスの空中殺法、最後は小田井固めでした。ミル・マスカラスの体調を十分と見ていいですか。そうですね、非常に揺るぎのない勝負ですね、はい、揺るぎのない勝利、全くね、隙がなかった。もうね、攻撃を仕掛けられて一瞬慌てるかと思ったんですが、パーフェクトに決めましたね、はい。さて、いよいよ山田さん、来週のミル・マスカラス、ビッキー・スティンボートの一騎打ち、この一騎打ちについて一言予想してもらいましょうか。そうですね、まあ、インサイドワークとキャリアではやっぱりミル・マスカラスの方がちょっと勝っていますけれども、ヤングの力ということでリッキー、これはね、非常に難しいんですがね、ほんのちょっぴりマスカラスの方が上というふうに私は見たいですね。まあ、この辺はですね、もう今年度最大、そして最高のビッグイベントというふうに見ていいですね。そうですね、はい、どうぞ注目していただきたいと思います。今日はミル・マスカラス、鮮やかな空中殺法でジノヘルナンデスを破りました。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は後楽園ホールより全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。